後崎チャンネル。じゃあ、サムライジャパン、決勝進出おめでとう。やったね。来たね。これ見て。MLB、メジャー公式、大谷とヌートバーのペッパーミル T シャツです。ね、これを着て今日、解説しましたけども。やりました。ね。前半戦はね、どうなることかと思いましたけどね、終盤、大逆転で決勝進出。どうですか佐々木の昨日の動画見てくれましたね。やっぱりメキシコね、要注意は1番のアロサレーナね。そしてね、リリーフが先発スターターに比べると若干弱いところがね、スケール好きだって言ったところが、まあ、またハマって終盤大逆転勝利ナイス。まあね、今日まあ試合前の、感じから言うとね、結構ね、緊張してる選手たちもね、多かったね。まあ、キャッチャーの中村選手もね、スタメンだったけども、まあ、緊張感ありますね、っていうね。で、まあ、佐々木朗希投手ね、そんな、まあ、取材はしてないけども、こう歩いてるね、目の前歩いていったんだけど、表情めっちゃ硬かったね。普段よりも、まあ、それは仕方ないね。WBC 準決勝、世界の大会の準決勝だからね、それを先発を任されてるんだからね、まあ、緊張感ある中で。でも練習はね、バッティングは本当に大谷選手はね、もうセンターバックスクリーンの看板に当てるしね、吉田選手もどんどんね、スタンドの最上部までね、してたというところで、いい感じでバッティング練習して、まあ試合開始ということで、まあ相手のね、先発がサンドバルね、まあ昨日も言いましたけども、左バッターにはね、被打率が1割、そして長打は昨年、119打数のうちで、2本しかね、長打を打たれてないっていうね、ところで、まあ、立ち上がりがね、フォアボールが多くなる可能性があるっていうところで、まあ、付け入る好きかなっていうね、ところはあったけども、なんとね、4回3分の1、66球、4安打6三振、1四球、無失点とね、素晴らしいピッチング。ね、なんと初回はね、ヌートバー、近藤、大谷を3者連続三振、しかも15球でね、収めた、三振を取りながらね、収めたっていうね、ところでは本当に、素晴らしいピッチングでね。まあでもね、そんな被打率が1割台だったけどもね、吉田がね、ヒットを2本、そして近藤がヒットとね、左バッターがしっかりね、ヒットを打ったっていうね、ところはいい感じのね、バッティングはできたんだけども、左バッターへのインコースのね、ツーシーム、チェンジアップ、で、カッターね、スライダー、完璧。あれは、で、しかもね、カットもね、多分勢いあるから曲がりが遅いんだよね。で、そういったところもね、侍打線がね、ちょっとね、絞りきれなかったっていうところと、でもこのクロスに行くね、ストレートはないんだよね。見てたらね、今日の傾向で言うと、全部対角線はね、ほぼスライダー。右バッターも左バッターもね。で、右バッターのインコース、アウトコースね、右バッターのアウトコース、左バッターのインコースには、ツーシーム、チェンジアップっていうね、ところがある中でね、まあ、完璧に抑えられて、で、佐々木朗希もね、立ち上がりね、2つの三振を抑えて、ね、ストレートも、51%、だから半分以上がね、100マイル、160キロ以上っていうね、投球で、非常にね、いい形。でね、2回もね、ワンアウトから、パラデス、ウリ、アスにね、2本のヒットを打たれるけども、ね、トレホにね、643ダブルプレー、低めのね、ストレートがいいところに決まってね、ダブルプレーでしっかり打ち取ってね、で、3回にもね、トーマス、バーンズ、で、アルサレーナ、ね、このアルサレーナをね、こうランナーを出さないで、打線を繋がせないっていうところでね、佐々木朗希も3回ね、完璧。そして、アメリカの先発ね、サンドバルも、1回、2回、3回完璧。あ、これね、ひょっとしたらロースコアの展開とか。でも、ロースコアの展開になってくるとね、侍ジャパンに有利ちゃうかって言ったところでね、中盤が来るわけ。で、中盤にね、2アウト、ね、ベルドーゴ、で、メネセスを打って2アウトなんだけども、なんと今大会、メキシコは、2アウトからの得点が半端ないわけ。半分以上の得点は、2アウトから取ってきてるわけよ、今大会ね。で、この回も、ね、4番、テレスがレフト前ヒット、このテレスのレフト前ヒットもね、このテレスシフトでね、村上がショート、で、源田がセカンドベースを越えてセカンドより、で、セカンドの山田がね、ちょっと芝生より後ろ行ってね、一塁間を狭めるっていうね、テレスシフト。これがね、1打席目はセンターへ抜けるような当たりをね、源田が正面に取ってね、この網にかかったわけ。でも、この2打席目がね、多分狙ってはないと思うんだよね。若干ね、まあ、振ったのがね、三塁のね、上に行って、誰もいないところでレフト前ヒット。でね、このパラデスね、このパラデスがサードへのね、内野安打。これもね、どん詰まりよ。でもやっぱ力あるね。
振り切るからね、ふわーってね、ショートレフトとサードのね、こう間にポトンってね、村上の後ろポトンって落ちるね、結果、まあ、カンチャーヒットでね、まあ、サードの内野安打っていうね、村上が取ったからなるんだけども、あれもね、詰まらせてんだけどね、そしてね、2アウト1、2からこのね、ウリアス、ね、このね、いいところ決まってたのよ、ストレートも変化球もね、で、ここでね、初球ストレート、ファール打って、2球目のフォークがね、高めに浮いて、まあ、このね、失投を見逃さないウィリアスもね、素晴らしいけども、若干高めに浮いたやつをね、ものの見事に弾き返されて、まあ、スリーラン。でもこの後よ、打たれた後にね、打たれた瞬間、まだランナー回ってる時に、源田がすぐ佐々木朗希のとこ行くのよ。ね、これナイス。ね、佐々木朗希。ああいったところでね、その後バタバタって行かれたら困るわけ。で、また4回ね、の、表にね3点差、まだまだ終盤行くところでね、あの源田のね、あの佐々木朗希にちゃんとね、あの声をかけに行ったっていうね、あれはすごい良かったね。でしかもその前もね、この村上のね、この後ろにね、ハーフウェイで落ちるカンチャンヒットの時もね、しっかり佐々木朗希が3塁ベースカバー行って、一塁ランナーのテレスをね、あの3塁まで行かさないっていうね、ところのああいうバックアップもねよくできてたわけ、この世界大会でもね。でその後打たれちゃったけども、この源田のフォローね、あれは素晴らしかったね。ああいったところがね、その後のねトレホショートゴロに打ち取ってね、アウトにね切り抜けて、でも4回の裏ね、ここでヌートバーアウトで、近藤がねライト前ヒット、さすが近藤で、大谷がねセンターライナー、これいい当たりだったんだけどね、この3ボール1ストライクからこのインスライダーがインコース来てね、見逃しフォアボールかっていうところがストライクになっちゃってね、多分それがちょっと意識づいたのか、ちょっとね外がピッて合わせるだけになっちゃうんだけど、いい値だったっけどね。でその後吉田がねレフト前ヒット、このチェンジアップをね反対方向で、ツーアウト一三塁から村上ね見逃し三振ということで、今日このね村上にねいいところでね回ってくるのよ、打席がね。2回表もね、センターね、吉田がセンター前ヒットを打って、でここで村上三振、で岡本の643ダブルプレーとかね、こうなかなか噛み合わずに、この4回裏も1点でいいから取りたかったところで、ね、この村上がね、チャンスで三振って、村上頑張れみたいなね、ところだったけども、で、5回ね、ピッチャーも佐々木から山本にね、スイッチ。これはもう情報通りね、2番手に山本が行って、で、トーマスね、三振。で、バーンズサードゴロ。で、アルサレーナ、フォアボール出すけども、ベルドーゴ、ね、セカンドゴロでしっかりね、切って。ここもね、まあ、山本本人にね、試合終わったと聞いたんだけども、この福留とね、ダブル解説で話した時に、結構テンポ早く投げてたわけ。だからそういったところも、まあ、攻撃にね、リズムを与えるっていうところとね、守備の時間を短くしながらね、攻撃にっていうところでね、こう、自らね、テンポ感を速くして、どんどんね、後ろに行ってたのかなって思ったんだけども、まあ、本人曰くね、山本選手本人曰く、そんなあんまりね、そう気にして速くしてるわけじゃないっていうね、ところの感じだったけども、見た感じはね、テンポ感どんどんアップしてね、抑えていこう。しかもやっぱりね、クオリティもね、あの、球のクオリティも高かったなと。あとやっぱり短いイニング行くんでね、結構全力でね、投げ切って、って言ってんなっていうところはね見えたけどね。でもこれね、この5回のね、山本選手ね、3回3分の1投げて2失点するんだけど、まあ、それがすいませんと言ってたけど、いやいや、このね3点取られた後5回ね6回、そして、7回、これをね0点で抑えたっていうのがね良かったわけ。ここでねバタバタって言ってたら 100% 負けてたから、これね、3点取られたのは仕方ない。ね、こう取られたのも言っても仕方ない。ホームラン打たれ取られた。その後、佐々木から山本にスイッチ。ここで、まあ、8回2点取られるんだけども、ここね、0点で抑え切ったことによって、その後、差が広げられないで追いつけるっていうリズムも作れたし、ね、本人としてはね、失点しちゃったっていう思いはあるけども、このね、5、6、7のね、0点をね、素晴らしいと称賛しなきゃいけない。これがね、なんとか踏ん張れるっていうね、日本代表踏ん張ってるっていうところのね、あの流れができたからね、この、まあ、2失点はね事実としてしちゃったけども、この佐々木朗希が3点取られた後に5、6、7しっかり抑え切ったね、この山本のリリーフ素晴らしかったね。でそしてね、この7回ね、あのワンアウトからね、トーマスの時に、三振ゲッツーになるんだけども、これもね回も若干焦ったのかな、慌ててねショートバンになったわけ。それをね源田がうまくね取ってね、あのトレスをタッチしようといった時にこうね、こういって止めて、こういってねベースにタッチしながら、源田もタッチできなくてね、ももにタッチするんだけども、このね手がトレスのね、トレホの手がセカンドベース離れるのが先か、源田のタッチしてる足からグラブが離れるのが先かっていうところでね、これはもうチャレンジで
ビデオ判定になったわけだけども、この WBC もね、MLB 同様にビデオ判定はニューヨークのね、その本部にの人たちが判定してたよね。それを審判の人たちは、指示を受けるっていうところで結構長かったの。これね、撮影が命名しました。まあ、半分パクリだけどね。源田の1ミリ。はい。これ、Amazon プライムビデオで撮影が解説しました。まあ、自分で言うことでもないんだけどね。まあ、パクリなんだけどね。三笘の1ミリから来てね。源田の1ミリ。ね。これで、このね、このどっちか分からなかったわけ、その画像上の、判断では、この手がね、ついてるかついてないかが分からなくてね、でも結局アウトっていうところで、この多分、手が離れるぐらい、手の離れるのが一瞬早かったんだろうね、源田のこの足にこうやってついてるタッチがね、こうでそれで、もう源田の1ミリでアウトにして、この源田の1ミリから流れが来んのよ、ね、で、7回裏、こちらもなんと2アウトがね。解散しヌートバーねレフトライナーというところでツーアウトなんだけどもね、近藤ね、安心と信頼のヒットメーカー近藤がねライト前ヒットを打ってランナー出る、よしここで大谷ねホームラン行こうよっていうところでピッチャーねロメロ左に変わるんだけど、これフォアボール、やっぱりね相手ピッチャーもねやっぱ大谷の凄さが分かるわけ、怖さが分かるわけだから、やっぱりねまともに攻めてこなかったり、やっぱりね厳しく狙わなきゃいけないって言ったところで、まあ、フォアボールが増えてね、ここフォアボール4番ツーアウト一塁で吉田正尚ね、完全にメキシコと同じ状況ね、で追い込まれてねツーボールツーストライクからチェンジアップ、その前3球目ねチェンジアップ空振りしてるわけ、その空振りと同じようなぐらいインコースをしてくるチェンジアップ、めちゃくちゃいいところ来たけども見事すくい切ってね、ライトポールの横にあるなんかでっかい電柱みたいなでっかい棒にカーン立ってホームランナイスグッド、ね、打った瞬間これいったぞっていうね、スリーランでベンチも全員出てきてね、祭り状態ワッシュワッシュと追いついて、いやこのままね3対0でいっちゃうんじゃないのかっていうね流れもあったけども、源田の1ミリから吉田のホームラン、スリーランで同点、よっしゃいけるぞと、メキシコのリリーバー弱いぞと言った時に、まあさっきの話だけどね、まあこのね、山本がね、先頭バーンズはね、三振取るわけ。このバーンズはもうこの打席ね、打てる状況じゃない。もうそんな追いつかれて次の回先頭ってね、精神状態ね、これまともにいるわけじゃない。このキャッチャーの俺だから分かる。ね。で、ここでアロサレーナ、ライトへのツーベース。このアロサレーナがね、やっぱり厄介だった。なんて言っても今日のね、アロサレーナ、5回裏の岡本のね、このサンドバルのチェンジアップ初球打つわけ。よう行くんちゃうかって言ったところを、ね、ジャンプ一番ホームランもぎ取って、これです。栗の名、栗の名に似てる、このドヤ感。で、常にアロサレーナのところにチャンスで飛んでいくわけ。全部ね。で、しかもね、日本はね、7回裏に3点取ったけども、もう、4回裏から2アウト1、3塁、ね、で5回山田ヒット源田フォアボール、ね、で代打牧三振でヌートバーフォアボール で2アウト満塁から近藤、ね、レフトフライ、この辺りも良かったのよ、後ろね打った瞬間超えるかって言ったところはサレーナ背面でねキャッチっていうね、で、6回大谷レフト前ヒットね、吉田ファーストゴロ村上三振して岡本フォアボール山田フォアボールで満塁になって源田ね低めチェンジアップねレフトフライ、これもアロサレーナの守備範囲の中、残素アロもうね、残念そこにアロサレーナ、かなり守備でもね全部侍ジャパンの攻撃を全部このねアロサレーナに全部もぎ取られてね、で8回ねワンアウトからアロサレーナライトオーバーツーです、これ流れちょっと嫌やなと、でセカンドベース勝負にしてねこのベンチも湧き立ってね、でその後ベルドーゴがね初球をセンタータイムリーツーベースで、メネセスがねレフト前ヒットで一三塁になって、テレスの時に弱さピッチャー交代ね、ほんでこの時に低めね結構投げてフォーク投げていくんだけどね、回が全部止めて最後もね低めにナイスボールで三振取ってよしいけるぞっていうね、でもこのね弱さになった時に解説も言ってたんだけども、フォークボールが高めに浮いてくる時だけが怖いと、だから低めね回を信じてワンパンね投げて、それから高めのストレートで勝負したいっていうところでね、このパラですね、ツーボールワンストライクから、まあ、フォークボールがね若干高めに浮いちゃうんだよね、引っ張り込んでレフト前ヒットでタイムリー2点目ね5対3いやーこの1点マジ痛い、2点差かっていうね、やっぱこれ浮いてきたらねやっぱ打つなっていうね、まあでも取られたら仕方ない行くしかないっていうね、で8回裏先頭がもデッドボール、これね回数にも言ったけどもう何でもいいデッドボール OK と、で山田がねレフト前ヒットつないで、やっぱり山田国際大会の山田を打つ
ね、でノーアウト一塁からね、源田がね、追い込まれながらもバントで送って、でここでね、回に変わって代打山川、ね、しっかりレフトへ犠牲フライ、ちょっと詰まったってね、本人言ってたけども、犠牲フライ。で、ヌートバーフォアボール。で、ツーアウト一塁から、今度もう一本っていうところでね、最後見逃し三振、まあ低めいいとこ決まったんだけどね、でもまあ1点差、どうなるかわからない。で、ここで9回でね、大勢が出てきて、ね、ランナー1人出すけども、完璧に抑えてね、いい感じでぶん曲がってたね、WBC のボール。多分大城もね、巨人にいる時よりめっちゃ曲がってたから、キャッチング多分苦労したと思うけど、めっちゃ曲がってた。で、伝説の9回裏、先頭大谷がね、ガイゴス、ね、この大会結構いい感じで抑えてる中でね、チェンジアップ高めに浮いたのを初球からツーベース、これだから、これだからツーベース、これで最悪同点やなと思った中で、次ね、吉田フォアボール、これはもう完全にビビったね、その前まで打ってるしね、一発サヨナラもあるし、でノーアウト一、二塁から伝説が始まります。まあ、解説ではね、この状況、吉田選手の時に、もしフォアボールで出たら、村上選手のところに代打負けあれ、代打もあるかもしれないっていうね、解説もしたんだけども、まあ、それはね、解説席からね、ベンチが見えんだよね。でその時に、もう周東はヘルメットかぶって、ダイソー行く準備してて、で、負け原選手がヘルメットもかぶって、バット持って準備してたわけ。だから、あ、ここで牧原が出てくるってことは村上にバンドあるなと思って解説に入れたわけで、試合終わってから関係者の人に聞いたところ、まあ、やっぱプランが2つあったと。で1つは、代打牧原行ってバンドっていう、でもう1つがもちろんそのまま村上行って打たすっていうね。で途中まではもう代打牧原だったみたいで、バンドだったみたいで、牧原選手も人生で一番緊張したかもしれないっていうぐらいのプレッシャー感があったみたいなのね。ボール先行した時点でそれがなくなったらしいの、途中で。これはもう栗山監督のナイス采配だよね。このんで途中でなくなって、で村上に多分ネクストまで行ってもう任したぞって言ったと思うんだよね。だから2つのプランを持っておいて、牧原が代打バントっていうところのプランもあったみたいで、しかも準備もしていて行く予定だったらしい。でピッチャーの制球乱れてカウントが、ね、悪くなった時にこれがなくなって、もう村上で勝負させようっていうね、多分感じた感じだけども、制球が乱れてると、だから甘めに取ってくるだろうと。で甘めに入ってくるともう村上にポーンっていうところで振りに行ってヒット長打がね出る可能性高いっていうね、このボール先行していくだろうっていうところのベンチの考察が多分あったと思うんだよね。だからここはプランを2つ持っててのね、村上に託したっていうところがね、これはもう栗山監督のセンスっていうかね、まあ、最初はバンドするつもりだったけども打たすっていうね、このピッチャーの変化を見ながら流動的にやるっていうところは素晴らしい采配だったと思うね。で来ました、伝説になれ村上です。はい、解説入れさせてもらいました、ありがとうございます。さすがね、もう村上もね、東京ラウンドの時からずっと言い続けたけども、短期決戦ね、国際大会 WBC も含めてっていうのはどれだけ打つかよりいつ打つかだからっていうね、不調でもこのいつをね、でしかも YouTube でも言ってきたはずね、今は村上を周りが助けてるけども、必ず村上に助けてもらう時が来るっていう、その時が今日ですね。打った瞬間抜けたと。でしかも周東も打った瞬間走ったから、これも抜けた瞬間さよならだなっていうね、ところでこのダイソー周東もね、しっかりしてもうベンチにはね、負けはしかいなくて、もうね、その状況ではもう全員野球でね、勝ち取ったこのね、決勝進出ね、打った村上も素晴らしいね、まだでも明日もあるね、本当の伝説になれっていうね、ところではまあね、自分で言うなって皆さん思うかもわかんないですけどもね、今日の Amazon プライムビデオの解説も完璧でした。本当にね、侍ジャパンのメンバーのおかげでいい解説もできたしね、侍ジャパンのメンバーもね、決勝進出に向けたし、今日一日がなんて素晴らしい日だっていうね。ところではもうこのね、ヌートバー T シャツのようにね、もうぐるぐるってね、やりたいところでございます。ね。ということでね、明日ね、ローンデポ・パークで決勝戦、日本対アメリカ、ね、2009年以外のね、世界一奪還、アメリカ2連覇なのか、もちろんさせない、先発は今永っていうね、ところで明日も素晴らしいピッチングしてくれるでしょう。ね。さあ緊張感がある中で、ね、明日もね、試合前、試合後のね、インタビューも含めて、佐々木チャンネルね、どこよりも詳しく、現地、アメリカ、フロリダ、マイアミからお送りしました。というところで、ね、こんなとこでしょうかね。もうこちらは1時半になります。夜中ね。でもまだまだ興奮しますけども、これからオールに入って出ます。ということで、皆さんね、明日の決勝戦も侍ジャパン応援して世界一になりましょう。